パサンパサンの通称で知られるナンダ・キショールプンは、ネパールの軍人、革命家、第二代副大統領。2008年9月12日、ネパール人民解放軍の最高責任者に就任。ネパール共産党、毛沢党主義派の人民解放軍の4人の副司令官の一人であったが、プラチャンだが、首相就任と共に最高司令官を辞任し、政権議会議員になった、プラバカール。 あなたも副司令官を辞任し文民になったことによって空席になっていた人民解放軍の総責任者に軍席にあったパサンが就任したとみられる。ネパール内戦で活躍、伝説の司令官と言われたマガール族出身。険しい山国の西ネパール、ロルパ軍、乱子村の生まれ。若い時から共産主義者で共産主義青年連盟に所属。 1990年の選挙の時、軍の委員長になる。毛沢党派の前身、ネパール共産党統一センターパの軍、委員会委員として、ロルパ軍で活動していた。統一センターは分裂後、ネパール共産党、毛沢党主義派となる。共産主義青年連盟は、武装集団、ラダクダルスに、変貌、人民戦争の実戦部隊として、ゲリラ活動を開始する。これが、 後の人民解放軍である。1996年2月13日、ホれリにある警察駐在所をあなたの指揮のもとに襲う。パサンはこの時、あなたの副指揮官として参加。5月、党が分隊を組織すると、パサンは指揮官となる。2001年9月、人民解放軍が組織されると、第5代隊指揮官となる。その後、 両団、師団と大きな部隊が組織されるたびに、その指揮官となってきた。2001年11月、初めて陸軍の基地を攻撃した西ネパール団軍、ゴラヒの攻撃では、パサンは自ら情報を集め、作戦計画を立てたという。その結果、迫撃砲や弾薬など大量の武器を手に入れ、大きな成果を収めた。二千四年のベニの攻撃では四千五百人が参加し、 そのうち1900人はボランティアであった。一方失敗した作戦もあったが、パサンは情報収集の不足が原因であったと、小倉清子のインタビューに答えている。2005年、4人の副司令官の一人となる。2008年、人民解放軍の最高責任者に就任。今後は、包括的和平協定で決められている人民解放軍と国軍の統合が課題となる。 国軍政府組のトップルークマングドカとある陸軍参謀総長は公然と統合に反対しており難事業になるとみられている。2015年10月31日パラマーナンダジャーの公認として副大統領に就任。ありがとうございます。